お元気でした？私片桐光太郎はバッコフォモを守るは釣り込みの小道として、何時よ分け死にえにも帰りのお前の諸行は完了した。覚悟は良いか、この一。妖怪しずこの資格は何十年も前からバッコフォの最高権利王子シャノアの雑を企んだ言った。バッコフォの国官王は雑、お前の父は偉大な人物だった。彼が死んだ時あなたはまだ子供だった。今君は死ぬ芸術の達人だ。始めよう。